ブリティッシュシーパワーはイングランドのインディーロックバンド。兄弟であるヤンとニールと学校の友人であったウッドで学生時代にいくつかのバンドを組み活動する。ヤンがレディング大学に進学しギタリストのノーブルと知り合い、後からニールとウッドが加わる形でバンドを組む。2001年7月シングルフィア・オブ・ドラウニングをシヒで発表。同年9月 ブリティッシュ・シー・パワーのライブを見た、ラフトレードレコードのオーナー、ジェフ・トラビスの目に留まり、同レーベルと契約。2002年秋にイーモンが加入し、2003年6月2日に、デビューアルバム、ザ・リクライン・オブ・ブリティッシュ・シー・パワーを発表。同年、日本でライブを行い、2004年には、フジロックフェスティバルに出演。1日目のグリーンステージのトップバッターを務めた。 2005年4月4日、2枚目のアルバム、オープンシーズンを発売。2006年、イーモンが自身のバンド、ブレイクスに集中するため脱退し、フィル・サムナーが加入。2008年、ツアーに参加していた、アビーフライがそのまま正式メンバーになる。同年1月14日に発売された3枚目のアルバム、Do You Like Rock Music? は、全英10位を記録。 2011年1月10日、アルバムバルハラダンスホールを発売。同年のフジロックフェスティバルに7年ぶりに出演。2013年4月1日、アルバムマシンナリーズ・オブ・ジョイを発売し、6月9日にはエビス・ガーデン・ホールで開催されたイベントホステス・クラブ・ウィーク・エンダーに出演。ありがとうございます。